今日は整数の性質23回目余りを証明する問題の基本編を見ていくよまずは今日のテーマとポイントを確認するね。りを証明する問題1基本編どんな問題のパターンかというと整数 n があって n が整数というヒントだけで n の2乗を3で割った時の余りが0か1。 こんなパターンを証明しなきゃいけないんだ。まあね、初めてみたいと。ん。n が整数っていうヒントだけで。これ言えるの。まあ、大体の人がこれ、はてな三つぐらい出ちゃう。難しい問題だよね。ただ。実はあるパターンが決まってる。このように。三で割った時の、余りがゼロか一。のようなパターンは、実は。このポイントね。場合分けが重要。このように。 余りを証明する問題では場合分けが重要になってくるんだ具体的には N の2乗を3で割るとなったらこの N の2乗の元の N N について3という数字を利用して3、3、3なんだけどここから先ね N を 3K それから 3K プラス1 3K プラス2整数 n、NO、を 3k と 3k+1 プラス1と 3k+2 プラス2に場合分けすると実は解ける問題なんだ。まあただねいきなりこれ n、NO、を 3k3k+13k+2 プラス1 K プラス2場合分けと言われてもちょっとイメージつかめないよね。今日は基本編としてこの場合分けの仕方をしっかりと見ていくよ。 じゃあ例題、一緒に解いていくよ。整数 n. を二で割った時の余りで。場合分けすると、どのような形になるか。今日のテーマは証明問題の基本編で、ここね。場合分け。余りを証明する問題の時に、どんな場合分けをすればいいか。その場合分けの基本を見ていくよ。今回は整数 n. があって、これを二で割った時の余りで。場合分けするんだって。 まあでも想像つかないよね。具体的に考えていこう。まずはね、整数 n と言ってるんだから。どんな数字が頭に思い浮かぶ。例えば、まあゼロ、一、二。三、四、五、六。まあ七。こんな数字でもいいんだけど。整数と言ったら、こんな数字あるよね。で、負の数もあるわけだから、もちろん。マイナス一とか。こっちの左側も考えられるんだけど。 n については整数だからこんな数字が考えられるよね。で今何をするそう。n を2で割るそしてその時の余りについて考えるわけだね。じゃあ見ていこう実際に2で割っていくと分かりやすい0から始めるとこれは余り0だよね。余り0と。で1について見ると2で割ると。 これ余り1うん当然だと2について割ってみるとこれも余り0、うん、割り切れるよねと余り0と理が必要だね余り0で次3について考えていこう3について考えていくと余りが1ということでちょっと規則性見えてきたかなこのように並んだ整数をね2で割っていくと余り0 余り一、余りゼロ、余り一、まあつまり割り切れる割り切れないと交互に並んでいくんだよね。つまりここが余りゼロ、余り一と、うんこんな形で余りについていくとゼロ、一と、余りのゼロと一が交互に並んでいく形になるんだ。じゃあこれをどんなふうに場合分けして表せばいいかというと。 今見て分かったのは余りが0余りが1の2つに場合分けができるまあ負の数でもこれ余りにするんだよね。このように余り0と余り1で場合分けできるわけだだから場合分けすると2で割ると余りが0これが1パターン目。 二で割ると余りがゼロ。これが一パターン目。そして二パターン目としては、見てきたように二で割ると余りが一と。この二パターンに倍分けできるんだ。ただね、これ倍分けするだけだったら日本語でいいけど、今みんながやっている授業というのは何の授業？数学の授業だよね。数学の時には 日本語じゃなくて数式でさ表すじゃんじゃあこれ思い出そう2で割ると余りがゼロってどういうふうに表したそうだねこれまでの授業でも何回も出てきたよね2で割ると余りがゼロ。これを文字で表すんだったらこの2を使って2文字は k を使って k と表したよね k は整数同じように2で割ると余りが1 だったらこの2を使って 2k なんだけど余りが1だからプラス +1 をくっつけるこんな表し方をしてよねでこれ正し書きも注意だ K は正数なので2で割った時の余りで場合分けするとなるとこのように2割った数の2をこれ使って 2k。 と表すさらにこの余りの部分を使ってここねプラス0がここ隠れてるわけだけどラ1があるからここに余りのプラス1をくっつけるこんな形で表すことができるんだ。じゃあ練習これも一緒に解いていくよ。整数 n を3 で割った時の余りで場合分けするとどのような形になるか。今回はそう、3年、ね、例外の時は2で割ったけど、年収では3で割った時の余りで場合分けするケースについて考えていこう。じゃあどう考えようか。基本はやっぱり同じだよね。3で割ると余りはどんなパターンになる？まずは割り切れるケースあるよね。3で割った時に割り切れる。 つまり余り余が0のパターン、まあ3とか6とかそういった数字だよね余りが0のパターンそれから日本語で考えると余りが次には1のパターンあるよね割り切れない余りが1出ちゃうパターンさらには余りが2のパターン余りが2出るパターンこれも考えられるよね。で余りが3のパターンこれは なないのはかかるかなだって3で割るんだから余りが3だったらさその余り3で割れちゃうじゃん。だから3で割ったときに余りになれるのは012のこの3パターンしかないわけね。でこれをどういうふうに文字で表すかそれは習った話だよね。3で割ったときのうふうに文ったらその数字の3を使って文字、整数、計を使って 3K と表したまあこの時重要なのは「k」は整数という正し書きをつけることだったね。K は整数そして余りが1見ていくとうん 3k3 で割るんだから 3k としてここの余りの1を使ってプラス +1 と書いたわけだね。ここは余りを表すわけで 余りが2だったら同じように3で割るからまずで余りが2なわけだからプラス2となるわけでここが余りを表すそうするとうん見てみよう k が例えば0の時これ0表すよね k が0の時余りが1は1を表す k が0の時2だから2を表すそして k が1の時ここは3を表す k が1の時 プラスだから4を表す K が1の時 3+2 だから5を表す。というような形で K が整数だったら余りが012でちゃんと整数が書き,表さ書き表せるわけ。で3個ワンセットになってるこのように012345余りが012余りが012とこの3個ワンセットになって整数が続いていく。 こんんなな形になってくるんだみんなが今日押さえておきたいポイントはこの場合分けね3で割った時の余りで場合分けすると余りが012で場合分けできてそれぞれ 3k3k+13k+2 プラス K プラスこのような式で表せるこれをしっかりと押さえよう今日のポイントを確認しよう 余りを証明する問題一基本編ね証明問題の前にまずね余りを証明する問題では場合分けが重要だから今日はその場合分けを見てきたよここだけね整数 n を3で割った時の余りで区別するんだったら 3k 3k プラス2 3k プラス2だった2だったら2で割った時の余りで区別するんだったら 2k と 2k プラス1だった この場合分けを覚えて次の問題を見てみよう。